よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。何、山道側から攻めてきただと？まさかあの砦が落ちたのか。この牛首を抜かれるわけにはいかん。兵器の用意を。少爷様、兵器はありません。竜王様が局外へ逃げるときに持っていって。なんと、仕方あるまい。兵器などいらん、最初からなかったのだ。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。これより彼の地に進軍する。客愛よ、我が和田地をたどれ。叶わなかったか。いや、大将の器を見ればこの結果は必然か。なんと言うよ。敵将、打ち取りました。痛快なご活躍よ。さすが目立ってらっしゃる。へい、いらっしゃい。毎度どうも。へい、いらっしゃい。毎度どうも。Thank you.
防御態勢を取るのだ。おう、またお前と戦えるのか。竜陽殿の元へは行かせんぞ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。決して何者にも抜かせはせぬぞ。戦うのはお前か。よっ、はっ、うわっ、うん、俺たちの勝負に水を差すというのか。もう来ないでください。よし、ここで防御態勢を取るのだ。
ここで防御体勢を取るのだ。私の坂敵将打ち取りました。勝てました。皆さんのおかげですね。すごいわ。あなたって天下の英雄かもね。すげえじゃねえか大将。時々川風が吹くんだ。その時の気持ちよさったらないぜ。ようこそいらっしゃいまし。今後ともごひいきに。ここ県境から東に行くと海が見えてくるよ。この町じゃ海路を使った交易が盛んなんだ。馬がご入り用で、またお待ちしてます。
ここ剣業は祖の武王の時代には金領と呼ばれていたらしいね。まあ時が流れた今じゃ何の関係もないけどさ。この辺はあちこちに川が流れてるんだ。涼を取りたくなったら川辺に行くといいよ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。太子締め、足止めもできんとは。ならばこの手で孫桜を打ち果たすまで。策か、それとも、いや、とにかく迎え撃たねば。孫策、兵器部隊用意はいいな。放て。報告、中継拠点敵に制圧された模様。増援の要請は絶望的です。何、なんと不甲斐ない奴らよ。どうした？こうして見回すと、実にお前らしい住まいだな。お前の気風がそのまま室内を包んでいるようだ。こうしていると心地よさすら感じるぞ。Yeah.
行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。原爆砲を撃ち、孤軍を制圧する。進軍開始せよ。昭和王の軍がこんなところまで。迎撃せよ。奴らを勢いづかせるな。五軍の地、やすやすとはくれてやらんぞ。兵器を出せ。場所を見つけちゃった。上手になった。ヘリケンとか行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。強すぎる。昭和王の攻め、まさに日の出の勢いか。無事五軍を制圧することができました。援護に感謝します。我らは僕はの竜陽のもとへ向かいます。皇統平定、いよいよ見えてきましたな。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。させました。皆さんのおかげですね。さすがお姉ちゃん。Yeah.
ても真似できませんな。Yeah!
も真似できませんな。今こそ好機、私の策にて孫策軍を退けん。さすがです。もはやここまでか。我らは孫策殿の軍門に来るだろう。敵将討ち取りました。勝てました。皆さんのおかげですね。ルホ、孫策軍に加わりこれを補佐せよ。それが皇統の安寧への早道であろう。承知しました。では竜葉がいる極和へと軍を進めましょう。背景では王老殿も下った。竜陽に従ってももはや勝機などないぞ。あの王老殿、よし、我らを食らおう。これ可愛さに逃げる竜陽などもう知らぬ。王軍も海景軍も孫策に制圧されたってよ。何だな、これは。俺は降りるぜ。この地の攻防は戦局を左右しよう。私たちで守るぞ。すげえじゃねえか、大将。どうね、できました。止められんか。引くぞ。真の三国武装なんてよ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。
指示を呼べ。わしを守らせよ。ちょうど俺も戦場に立ちたかったところだ。竜陽殿の恩義はこの太子神が守ろう。お前とは三度目の勝負となるな。今度こそ俺が勝たせてもらうぞ。この名も奮戦せよ。見事俺の負けだ。それが小覇王孫策の軍か。大きいな。おのれ孫策、調子に乗りよって、いずれその勢いが災いを呼ぶであろう。よし、これでとうとう一体は制したな。いや、勝ち時を上げろ。俺たちの勝利だ。正々堂々戦った結果だ。一旦引こう。だが次はこうはいかんぞ。敵将討ち取りました。親父、見ててくれたか。口頭に孫悟あり。これで孫策殿の名は天下に轟くでしょうな。よかったよかった。殿が思い描いた夢が孫策殿の手で。泣くでない関東、若造たちに侮られるぞ。いいではないか、帝府。皆で力を合わせ勝ち取った戦果なのだ。みんなの夢が叶ってよかったね。ああ、そうだ。これは俺たちみんなの夢だ。みんな、本当によくやってくれた。はい、孫策様のお役に立てて嬉しいです。孫策、太子侍を連れてきた。もはや悔いはない。敗将として生き恥をさらす気もな。さあ孫策殿、この首を打たれよ。太子侍、死んだって面白くなんかねえぜ。そんなにどうでもいい命ならよ、お前の命俺に預けてみねえか。なんと。俺はこの孫をもっとでかくしてんだ。みんなが安心して暮らせるくらいでかく強く。そうじゃねえとこの地に立った意味がねえ。そのためにはお前の力が必要なんだ。孫策殿、俺にも同じ夢を見させてくれるのか。ああ、決まりだな。太子侍、今日からお前は俺たちの仲間だ。サク兄様、相変わらず勢い任せね。ええ、ですが孫策の勢いと熱さは素晴らしい。それは適した者の心にも火を灯します。太子侍がそうであるように、これからもきっと。姫様、孫策は必ずや天下に勇飛します。彼の孫悟の快進撃はこれからです。すげえじゃねえか大将。